県内は大気の状態が非常に不安定になっていて、明日にかけて警報級の大雨になるところがある見込みです。土砂災害に警戒が必要です。地面を叩きつける激しい雨。梅雨前線の影響で県内は大気の状態が非常に不安定になっていて、断続的に雨が降っています。明日明け方にかけて雷を伴って1時間に30ミリ以上の激しい雨が降り、警報級の大雨になるところがある見込みです。明日夕方までの24時間降水量は下越で150ミリ、上越と中越で100ミリ、佐渡で80ミリと予想されていて、さらに明日からあさってにかけては150ミリの雨が降る見込みです。気象台は下越では明日朝にかけて土砂災害に警戒を呼びかけています。